葬儀屋。札幌の葬儀屋 A の四代目 N さんの話。A は老舗の葬儀屋さんで、札幌市とある契約をしています。それは、顔が潰れて身元のわからない遺体が出た時に回収して、腐乱がひどい場合は、札幌市の依頼で火葬を先に済ませる、という契約です。市の事業なので金にはならないが、先代からの言い伝えで反ボランティアで続いてきた契約らしいです。ある日、札幌市から N さんのところに電話が鳴りました。仏さん腐ってきたから焼いてくれ。N さんは病院へ遺体を取りに行きました。案の定、ダムでの飛び降り自殺で、高いダムなどから飛び降りると人間は頭から落下するらしくて、頭頂部の骨を除いて全てが潰れて、骨が脊髄神経だけで繋がった状態の遺体だったそうです。ただ、体は割と傷んでなくて、20代の女性のものだったそうです。N さんは火葬場まで一人で遺体を運び、火葬を済ませてから骨を警察に預け、いつものように取引先の葬具屋に向かいました。葬具屋に到着すると、そこのおかみさんが、あんた、何連れてきたの？こっち来て、正座しなさい。縁というのは怖いもので、このおかみさんは社長と結婚するまでは、除霊の仕事をしていたんです。導かれるように結婚したらしいのですが、で、正座して拝みなさい。あんた、南明さんか、生阿弥陀仏か。N さんは正座しながら、半分わけもわからずに祈ったそうです。おかみさんは、鈴のついた斧みたいなものを頭の前にかざして、祈祷を始め出して5分後、バタッと倒れて、ダメだ、休憩する。と言い、休憩5分、休憩後再開すると、N さんの拝む手に何者かが触れる感触がある。あれ、おかしいぞ。鈴の音は遠くから聞こえんのに、手には感触がある。N さんはそーっと薄目を開けてみたら、誰もいないのに手をさすられている。ちょっと、さすってるさすってる。と、N さんは絶叫。祈祷師のおかみさんは、5メーター先で祈っていたそうです。そうこうしてるうちに、さすられる感触がパッと離れました。その直後におかみさんが、もういいよ、そこに寝てるから、と。こんな若い女のお化け、どこから連れてきたんだい？ああ、さっき、ダム自殺の遺体を。いや、手さすられた時は、さすがにビビりました。すると、おかみさんは、え？と、いかにも動揺している顔。何ですか？なんかあんの？何？
なんでもないよ。気にしなくていいよ。何ですか？教えてくださいよ。違うんだよ。それって、さすっていたわけじゃないんだ。実は、あんたの目の前で、鬼のような形相の女が取り付こうとして、拝むその手を引き離そうと必死だったんだよ。拝むなって。それを聞いて、さすがの N さんも凍りつきました。今までで一番怖かった体験だったそうです。7月15日土曜日、大阪府堺市にて怪談朗読ライブをやります。詳しくは概要欄で。バイト。去年の今頃、葬儀屋でバイトしていた頃のこと。全国展開してる某会社でよく募集するし、元ヤンが多いと地元で有名なところだったけど、時給がいいし割と家から近いから働いてた。実際は元ヤンなのかどうかはわからないが、柄の悪い人や性格がきつい人が多かったと思う。辞めていった人の理由が、すべて対人関係とは言わないが、自分は気にしない方だが、一年ほどで辞めてしまった。その一年の間にあった出来事。葬儀屋の冬は客が多くて忙しい。おじいちゃんおばあちゃんが亡くなることが多かった。お人よしで断りべただから、人が足りないから、と頼まれると無理して入っていた。一日14時間労働や、きつい先輩との絡みで、正直疲れていた。最初は頭痛に肩こり、腰痛と、単純に疲労だと思っていた。実家暮らしなんだが、ある日、疲労が母に移った。風邪かとも思ったが、熱も咳もない。二人でサロンパス張りまくってた。そのうち、黒い影が家をうろつくようになった。チャトラの猫を飼っているが、大きさが同じくらいなので、見間違いだと気にしなかった。その他、家のバイオリンが夜中に響いたり、寝てると頭を叩かれびっくりして上を見ると再度顔を叩かれたり、20センチほどの金魚の糞みたいな光が浮いていたり、朝起きたら、髪の毛の先っちょ何本かに糸くずが結んであったり、と、まあ、しょぼいことばっかりなんだけど、そういうことがあった。疲れてるから家ではすぐ寝てしまうし、気にならなくはないが、ほったらかしていた。ある日、ちょっと遠くから来た、檀家の住職の控え室にお茶出しに行ったとき、いきなり体中触られ説教された。毎日お経を読め、やら、しんどいときは仕事を断れ、
やら言われて、セクハラした上に、なんだこのじじい、と顔に出たのか。住職はちょっと怒って、あのね、最近体ずっとしんどいでしょ。それじゃあ家にも連れて帰ってるから休まらんで。ゾワーッと鳥肌が立って吐きそうなほど気持ち悪くなった。人がいいかしらしがみつかれ寄って頭の上に頭乗ってるわ。そのうち腹も糸を鳴るで。正座して膝に置いた手に水滴のようなポタポタとした感覚があったのでびっくりした。涙だけが目から落ちていた。泣いている感覚はなかった。今日の通夜でこういうのを読むからあんたも読みなさい。仕事があるのでお通夜の間中読んでるわけにはいかないし、その渡された本は通夜に集まった親族にも配られていた。式が終わって本を返し、お茶出しにまた控え室に行ったら、くどくどと説教され、その日はぐったり疲れた。家に帰ったんだけど、いつもより体がだるいなと思っていたら、熱が出始め、体の節々が痛くなり、動けないほど辛くなって、救急車を生まれて初めて呼んだ。42度くらい熱が上がって、体温計を何度も渡された。点滴をしてもらい、そのまま入院した。あまりの苦しさに、気絶に近いくらい寝落ちしていた。気がついたら朝。汗や涙や鼻水など、体中びしょびしょで、びっくりなことに湯葉のような薄い膜状の下痢を漏らしていて、死ぬほど恥ずかしかったが、すっきりとはしていた。まだ体はだるいが、力が抜けて軽くなったような、そんな感じだった。結局、二日入院しただけで薬もらって、すぐに帰れた。でも体重が5キロほど落ちていた。職場にはインフルエンザと連絡していたので、2週間ほど連絡しないでほどほどに遊びまくった。そして体重は戻った。それから職場に復帰して2ヶ月後には辞めるんだが、それまで猫くらいの大きさの薄いクリーム色の狐みたいなのを何度か見かけたりしたが、その他のしょぼい現象はなくなった。今では全然なくなったが、葬儀屋でバイトしていた頃は母にも連れて帰ってくるなと言われていた。結局、母について行ったのか、母の職場の飲食店で何度か黒い影が見えたが、いつの間にやらいなくなっていた。母曰く、他のお客さんについて行ったに違いない、だそうだ。自業自得。ある葬儀屋の話。とある小さな町で A という
身の丈190センチの大男が死んだ。彼は乱暴で粗雑、しかも何事も根に持ち、些細な子供のいたずらにもひどい仕返しをするので、皆から嫌われていた。彼を変人呼ばわりした近所の小学生を捕まえ、顔が紫色に腫れ上がるまで平手で打ちつけ、暴行罪で逮捕された経歴まである。身寄りもおらず、日雇いの汚い仕事で稼いでは酒を飲んでいたので、肝臓でもやられていたんだろう。町で唯一の葬儀店、B の店主も、この大男が大嫌いだったが、役場からのたっての頼みで、しぶしぶ安い葬式を挙げることになった。適当に死体を洗い、一番安い棺桶に押し込め、売れない坊主を無理やり説得して、お経をあげた。異変が起きたのは葬儀が終わり、棺桶を火葬場に運ぶ時だった。他に葬儀が重なってしまったせいもあり、霊柩車が手配できなかった店主は、軽トラの荷台に積んで A の亡骸を運ぶことにした。それほど遠い距離ではなかったが、大事をとって、店主自らが荷台で棺桶が落ちないよう見張ることになった。特に坂道や悪い道もなく、店主が荷台に乗ったのはあくまでも念のためだった。がしばらく行くと、石でも踏んだのか、急に棺桶が大きく揺らぎ、店主は荷台の外枠と棺に足を強く挟まれた。すぐに病院に運ばれたが、店主はすねから下をひどく複雑骨折しており、仕方なく切断することとなった。しばらくして、葬儀店 B の店主は自業自得だ、という声が町に出始める。坊主がこんな事実を暴露したためだ。あいつは A のサイズに合う棺桶を作るコストをケチって、普通のサイズの棺桶に無理やり A の亡骸を収めたんだ。どうやったかって。もちろんすねから下をノコギリで切断したのさ。はい、ということで、どうも皆さん、こんばんは、ごま団子です。今回は葬儀屋に関するお話、まあ、葬儀屋の方が体験したお話を3つ読ませていただきました。どの話も怖かったですね。最初のお話の、この拝む手を離そうとしてたっていうのが、なんかこう、ゾッとしましたね。僕はその経験したこととかはないですけども、その取り憑かれるっていうのはどういう感じになるんでしょうね。まあでも過去にいろいろ読ませていただいたお話から察すると、まあ多分その取り憑かれてしまったら、なんか自分が自分で亡くなっちゃうとかね、そういうことが起きそうですよね。なんだろう、気づいたら自殺の多い場所に行っていたとかね。あとはなんだろう、こう無意識になんかメールを送っていたとかね。で、なんかそういうお話はね、過去に読ませていただいたことがありますけども、大体そういう取り憑かれた人ってなんかこう無意識に行動してしまうというか、多分その無意識に行動してる期間って幽霊の自我というか、そういうものにこう切り替わってる瞬間なのかもしれないですよね。
で、どのお話も大抵、あなた取り付いてるよ、取り付かれてるよっていう話であったので、いやー怖いよね。自分の意思とは無関係の行動をしちゃうわけですからね。だからこの最初のお話の方も取り付かれていたら、ひょっとしたらそういうことをやっていたのかもっていう感じですよね。まあでも本当に葬儀屋ってありがたいですよね。なんか結構そういうリスクってあるんじゃないかなと思うんですけども、ね、取り憑かれちゃうとか、なんかこう怪奇現象が起こって怖い気持ちになるとかね、そういう話よく聞くじゃないですか。僕の友達の人も昔葬儀屋で働いていたことがあって、やっぱりその、なんかこのチーンチーンっていうのが鳴ったりとか、あと誰も乗ってないのにそのエレベーターで、エレベーターがこう上がってきたとか、なんかそういう体験をねしたって言ってましたけども、その人自身はその幽霊を見たとかそういうのはなかったらしいんですが、まあなんかそういう説明がつかない体験をしたって言ってましたね。でもなんかそういったあの体験をねする方もいらっしゃると思うんですけども、まあ去年うちのばあちゃんがね亡くなったんですけども、その時もあの葬儀屋の方に頼んで、あのめちゃくちゃいい葬式にしていただいたんで、いやーすごいありがたいなって思いましたね。ばあちゃんも喜んでるわって思いながら、あの安心してあの式を終えられたのでね。なんかさ、でもあの葬式の時にさあのお焼香ってあるじゃないですか。あれがなんかそのね難しいよね。その事前にあの教えていただくんですけども、式が始まる前にさ、どうこうやってやりますみたいな順番でみたいなね。でもやっぱいざ自分の番自分の番になると、いやー体がコチコチしてね去年もねそうやってやらせていただいたんですけども、ねおばあちゃんどう思ってんだろうなっていう緊張してんなこの子ってやっぱ思ったのかな。まあそんな去年のことを思い出しながら読ませていただきました。はい。ということで本日のどの話も本当に興味深く読ませていただきました。読ませていただきありがとうございました。はい、そんなわけで今回もここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。この動画が少しでもいいと思った方はぜひ評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。いつも本当にありがとうございます。そしてこの動画の概要欄には今回お話を読ませていただいたサイト様の URL、そして僕の LINE、TikTok、インスタ、Twitter、スタンド FM の URL、そして今度の7月15日、大阪府堺市で行われる怪談朗読イベント、ごま団子ホラーライブ、の概要と応募 URL もすべて、概要欄に記載してありますので、よかったらぜひチェックしてみてください。はい、ということで、ではまた次のお話でお会いいたしましょう。ごま団子でした。おやすみなさい。